はい、今回もですね、昔自転車旅をした時に撮ったビデオと写真の方を使って動画の方を作っていくのでよろしくお願いいたしますね。松本電鉄でしたっけね、この写真は。ポリシーとターゲット層があるのでよろしくお願いいたしますよ。2016年4月21日が24日、春の自転車旅でございます。長野県、そして、で新潟県を旅しますので、長野県も旅をします。長野県と新潟県の自転車旅でございますよ。よろしくお願いいたしますね。こういったところ2日目は通っていきますよ。松本市でございますね。まあ下峠が通れなかったのでコースを交換しましたね。白馬村なんてかも通っていくのでよろしくお願いいたします。糸魚川市とかも通っていきますよ。小谷村なんかも通っていきますよ。ご覧のような長野市も通っていきますよ。信州町も通っていきますよ。そしてですね、妙高山、妙高山とかね、妙高とかね、柏崎とかね、長岡とかね、魚沼とか、そういうところも通っていくのでよろしくお願いします。綺麗な雪山が映っておりましたよ。ごめんなさいね。古ぼけたバスが映っております。いい感じの景色でございます。ご覧のようなところも通っていくのでよろしくお願いいたしますね。今回もですね、13周目をつなげるために長野県からですね、岐阜県の方に入ろうとしたんですが、そこがまだ通行止めということで、13周目と14周目を通れるところだけの自転車旅ということになりましたよ。地図を見ていきましょう。黄緑色のラインに沿ってですね、今回この黄緑のラインですね、またネットカフェの平田駅の近くに泊まりまして、バスで県境まで行ったんですけども、また越えることができなかったんですね。そして奈良川なんとかダムバス停からバスに乗ってですね、大糸線も乗ってですね、信州大町駅まで行って、ここから自転車旅のスタートということになりましたよ。大町市からですね、上の方に行って白馬市の方、白馬村の方に行くんですね。白馬村を通ってですね、そして小谷村を通ってですね、小谷村を北上してですね、糸魚川市、新潟県に入っていくんですね。で、一泊しましてですね、白馬駅まで臨行してですね、次の日は長野市の方を通ってですね、北上してですね、信州町を通って、信濃町を通ってですね、そして、妙高市を通ってですね、新潟県ですね、上越市を通ってですね、直江津なんかも通ってですね、そしてですね、柏原市を通っていって、小千谷市を通って、ちょっと長岡市も通って、魚沼の方に至るというね、小出駅から最終的に帰るという、そういうことになっております。多少ちょっと言い間違いもあったことをお詫びいたしますよ。これは特急あずさで松本、塩尻方面に向かうところですね、新宿駅でございます。前回に引き続き新宿駅からあずさ号に乗るところでございますよ。今回もあずさ号に乗っての自転車旅のスタートでございます。
このくらいは前回と同じでございますね。よろしくお願いいたします。今回も塩尻駅までこれで行って乗り換えて村田駅のネットカフェに泊まります。今回こそ13周目のね、長野県と岐阜県を自転車ルートでつなげようと思ったんですが、また通行止めでその先に岐阜県には入れませんでした。今回はその下ったところにあるダムのバス停からですね、臨行しまして大町の方、信濃の大町の方に臨行して自転車ルートを変えてですね、旅をしたという西武新宿駅の様子が映っておりますね。中央線の特急あずさ号に乗っておりますよ。ここはどこかな、中野駅とか吉祥寺とかその辺でしょうかね。お弁当を買ったんですね。美味しそうなお弁当を選びましたね。五目なんとか飯でございますね。あずさ31号、指定席券、あずさの回数券もちゃんと使っておりますね。そしてこれはネットカフェかな、ネットカフェでございますね。平田駅の近くにあるネットカフェ、ここにも何回も泊まっておりますね。この旅で紹介してきておりますね。快活クラブですね。ソフトクリーム食べ放題でございます。そして2日目の朝でございます。今日こそは岐阜県に越えていくぞということで気合を入れてですね、出発したんですよね。この時はですね、松本市内をちょっと自転車移動しながらですね、このバスターミナルですよね、アルピコ交通、昔風のね、この切符があるんですね。そして湯の平でしたっけ、湯の平、そんなような名前のバス停まで来ましたね。今日こそは越えていこうと思ったんだけど通行止めでしたね。そしてバスに乗ってですね、新島駅まで戻ってきましたね。ここからこの電車に乗ってですね、松本駅経由大糸線に乗って大町だったっけな、そっちの方にまで行きますね。そして松本から北大町ですね、北大町駅まで行きますよ。そしてだけどちょっと手前の駅で降りてね、切符はそうだったんだけど大町駅で手前で降りて今お蕎麦食べてましたよね。お蕎麦を食べて、そして自転車で北大町駅の近くを通って自転車ルートをつなげたという、そういうことになっております。湖が見えておりますよ。大糸線の線路も見えております。空は曇っておりますね。桜の木が見えておりますよ。ローカル線のなんとかの口駅というところの前を通っておりますよ。綺麗なグリーンですね。ちょっと見づらい画像ですね。ちょっと見づらい画像ごめんなさいね。菜の花でしょうか、黄色い花が咲き乱れておりますよ。でもここは田んぼのようにも見えますよね。これは大糸線を走るリゾートの車両でございますね。なかなか見ることはできないんじゃないかなと思いますね。初めて見る車両でございます。2両編成でね、パンタグラフがないのでディーゼル車なんでしょうね。
初めて見ましたよ。ここにも湖が見えております。幹線道路には車がたくさん走っておりますね。ここにも湖が見えておりますね。単線の大糸線の線路も見えております。空はちょっと曇り気味でございますね。鳥居が立っております。ちょっと山越えの感じのところを登ってきましたね。空がちょっと晴れてきましたよ。畑のようなものが見えますね。土がちょっと砂地っぽくなってる風に見えておりましたよ。どこかの駅前に来ましたね。白馬村かな？どうかな？どこかの役場か市役所にやってきましたね。文字を写していただけるとわかるんですかね。先に進みましょう。雪をかぶった山の方から川が流れてきておりましたね。冷たそうな水でございますね。綺麗な住宅が建っております。桜の花が咲いておりますよ。春でございますね。鳥居がちょっと寂れてる感じがしていいですね。桜の神社でございます。住宅が広がっておりますね。山々にはちょっとだけ雪がかぶってるような春の自転車旅でございます。長野県から新潟県の方を目指して自転車を走行しておりますよ。眼下に家が立ち並んでおります。ちょっと高いところの橋を渡っておりますよ。今なんか看板が見えたんですけどもね、早すぎて読むことができませんでした。山あいの道をさらに進んでいきましょう。国道を走っておりますね。僕の自転車でございます。小谷村だっけ小谷町だっけ、そこを自転車で移動しております。今役場だったんですね。小谷村役場にの近くを通っておりましたよ。いいですね。山あいのね、街並みですね。こういったねシェルターみたいなところを通っていくんですよね。たくさん建物が建っております。どこかの駅に到着。ちょっとね立ち寄っただけだったんですね。またこういうねところを通っていくんですよね。いいじゃないですか。旅の気持ちが盛り上がりますよね。面白い形の石橋ですよね。まあコンクリート製なんでしょうけども、川を渡っていきます。こんな感じの岩肌が見えてる。トンネルをくぐっていきますよ。そしてここでも川が流れておりますね。線路も見えておりました。面白い橋がかかっておりますね。眼下に川を眺めながらね山登りをしておりますよ。道でね、こういったちょっと古ぼけたような路面の道をね通っていきましたね。山の中に入っていきましたね。僕の記憶ではねこの先でね迷いましたね。なかなか線路の走っているところに戻れなくなってしまいましたよね。この時はスマホも持っていませんでしたからね、紙の地図を頼りにね進んでいったんですよね。こういうところのねの地図もね頼りながら、なんかね奥の方まで来ちゃいましたよね。雪がね積もってるようなところまでね来てしまいましたよね。行き止まりです。この先は行けません。ちょっと引き返しながらですね、でもねこういったね美しい風景も見ることができたんですね。なかなか来ることのできない
迷い道をどうにか抜け出してですね、鮮度のある方向へ向かっているところでございますね。なんかね、谷底みたいなところを沿っていけばいけるかなと思ったらね、谷底自体も二股ぐらいに分かれてましてですね、反対の方向の方に行っちゃったんですよね。まあまあまあ、これでもね、最終的にはここから新潟県に入っていきますよ。新潟県の糸魚川市の方に入っていきます。トンネル越えでございますね。激流でございます。それでは初日に撮った2日目ですね、2日目に撮った写真を見ていきますよ。バスでですね、岐阜県の方に行こうとしたけれども通れなくって、逆に走ってこのダムのバス停からバスを待っているところの写真でございますね。深い谷底にですね、ダムの底が見えているわけでございますね。怖い景色でございました。そして輪行が終わって、これは白馬村とかね、大谷村とかそういうところを通っているところの写真です。この夜に泊まった民宿の食事でございますね。まあちょっとね、予約なしで泊まったので、こういうおにぎりの美味しい食事になりましたね。そしてもう一つのカメラで撮った2日目の写真でございます。岐阜県の方に通り抜けができなくって、ここのバス停で降りたところでございますね。こっから山越えをしようかなと思ったんだけども、冬季通行止めということでね、逆方向にこれから降りていくところでございますよ。そしてこれはもう輪行が終わって、信濃大町駅にたどり着いて自転車でスタートするところでございます。この直前におそばを食べておりましたね。ビデオと写真ではですね、時間の関係上が前後いたしますので、よろしくお願いいたします。王子神社って書いてありますよ。若市大市神社重要文化財と書いてありますね。桜もね、ちょっと葉桜っぽくなってますけど、まあこれはこれで綺麗でございますね。一台の車が走っております。何気ない街角風景でございますね。一本の線路、まあ二本なんですけどもね、単線の線路の向こうに湖が見えております。幹線道路には車がたくさん走っておりますね。柵のないレールの風景もなかなか東京じゃ見えませんよね。ここでも桜の木がね、綺麗ですね。面白い形の 木ですよね。美しい桜の木でございますね。市民ふれあい号のバス停が映っておりましたよ。湖、なんか天然の湖っぽくていいですよね。ダム湖なのかな、ちょっとわかんないですけどね。ダム湖っぽくないところが美しさを感じさせますね。線路が見えていて、幹線道路に観光バスが走っておりますね。大町市から確かね、白馬村に入っていたところですね。お団子ですね。でも角煮が入っていたので、おやきかもしれませんね。おやきかもね。白馬駅って書いてありましたよね。白馬駅の前まで来ましたね。山の上に雪が積もっておりますよ。美しい風景でございます。時はもう4月になっていると思いますよ。春のね、風景でございますよ。緑の草も見えておりますからね。古めかしいわらぶきのお家も見えておりますよ。山桜がちょこんちょこんと見えております。
春のね、木もね、幹の感じもなんか日向が当たっていて暖かさを感じさせてくれますよね。どこかの駅前にやってきましたよ。何気ない風景、遠くの山には雪が積もっている。何気なく車が通り過ぎていきますよ。何気ない風景でございます。山々が並んでおりますよね。山がずっと山の向こうまで続くみたいな、そういう感じの風景でございますね。山桜がちょこんと咲いております。美しいのどかな風景でございます。木陰に雪が残っておりますね。そして沼のような池のような、そんなものも見えておりますよ。どんどんと山道の方に行ってですね、この先で僕は迷ってしまったんですよね。白馬連峰なんとかかんとかですね、登山道の入り口なんですね。まだこの周辺は冬の中、そういう感じがいたします。まあせっかくね迷ったのでね、景色をこうやってね、梅ですかね、紅梅、赤い梅の日、まあ梅じゃないかもしれないね、アンツとかね、そういう系かもしれないですよ。おお、これはこれでね、いい景色ですよね。こういうふうにザーッとね、激流っぽく流れているのは、僕の記憶ではもう新潟県に入っているというイメージがしておりますよ。このトンネルを抜けたら新潟県かな。まあ新潟県に入ってからもトンネルがたくさんあったのを覚えております。平岩駅までやってきました。この近くの民宿に泊まりましたよ。もうね、電車でね、ネットカフェのあるところには行けませんでしたからね。昔僕がね、電車で旅をしてた時もね、この辺の宿に泊まったことがあってですね、この日は民宿に泊まりましたよ。予約なしで泊まったのでね、こういったおにぎりのご飯をいただくことができましたよ。これはこれで美味しかった。次の日でございます。3日目でしたね。3日目の朝でございます。新潟県の糸魚川市ね、この車両に乗っての出発でございます。平岩でしたっけ、岩平でしたっけ、ちょっと駅名忘れてしまいました。この電車に乗ってですね、松本方面ですね、JR 西日本の車両から途中で乗り換えて東日本の車両に乗って行きますよ。雪がかぶってるますよね。美しい高原の風景のような、そういうイメージでございます。ちょっと見にくい画像、ごめんなさいね、ごめんなさいね。お客さんがいたのでね、ビデオを撮るのにも一苦労しますね。空はいい天気でございますね。桜なんかも咲いておりますよ。そしてね、僕の記憶が正しければ白馬の駅に来たんじゃないかなと思いますね。ここからですね、山越えをしていきますよ。花がたくさん咲いていて美しいでございますね。山越えをして一部長野市なんかも通って北上していきますよ。信濃町とかね、そういうところも通っていくはずでございます。
僕の記憶が正しければ、そんな具合に進んでいきますよ。山道を登って下って登って下っての連続でございます。見にくい画像申し訳ございませんでしたね。冬から春になっていこうという山奥の景色でございます。長野県ですね。何か生物がいるのでしょうか。何を問いたいのかよくわからない。小川村ですよね。ビレッジ小川村ですね。そして長野市に入ってきましたよ。山あいの道を通っていきます。木陰のところを通ったり、日向の道を通ったり、そういう感じでございます。わらぶき屋根がね、普通に存在しているんですよね。美しいのどかな風景でございます。神社が何気なく佇んでおりますね。ちょっとした橋を渡ったりしながら、山の上の方に桜が咲い、桜でしょうかね、どうでしょうかね。車もたまに通りますよ。ここでも桜がきれいに咲いております。ピンクっぽいのとね、白いのとね。のり巻きをいただきましたよ。たまたま走ってて見かけた商店のお店で買ったんですよね。思わず大福も買ってしまいましたね。こういう田舎のね、商店で買う大福が大好きなんですよね。まあどこかの工場で作られているのかもしれませんがね。まあ雰囲気ですよ、雰囲気。ピンク色の桜が綺麗でございますね。大久保って書いてあったかな。バス停のようなところを通っていきますよ。川が流れておりますよ。宗谷丸入り口って書いてあったな。本当にね、信濃とね、信州っていうのを読み間違えるのでね、ナレーションで間違ってたところがあったらごめんなさいね。ですね、どっかの商店の前に来ましたよ。いい感じの路線バスの車体がガレージの下に止まっておりますね。車庫ですね。田舎町のバスの車庫、味わい深い景色でございましたね。空はいい天気です。ちょっと画像が揺れていて見にくくてごめんなさいね。すみませんね。ごめんなさい。なんか書いてありますね。桜ですね。美しい桜じゃないですか。本当に桜が咲いてると心がね、穏やかになりますね。なんとか柱祭っていうね、お祭りの街かだったんでしょうかね。バスの停留所が見えますね。待合室になっておりますね。桜が綺麗でございますね。さらに山を登っていくようでございますね。自転車に夢中になると山道を進んでいくのも苦ではなくなるけど、まあ息はハーハー言ってますね。どんどん坂を登ってきたんですね。僕以外にも自転車を乗る人もたくさんいたようでございますよ。アルプス展望台みたいな、そういう感じでございますね。建物がたくさん建っているところにやってきましたね。山の中の風景でございます。周りにね、スキー場なんかもたくさんあるような、そういう街並みでございますよ。温泉もね、ところどころにあったりするような感じでございます。川ですね。川が勢いよく流れております。
カラスですね。カラスがこんなところにいましたね。高原ですかね。高原っぽいところに来ておりますね。妙法市、新潟県に入りましたね。新潟県の妙高というところに入ってきましたね。妙高高原とかね、そういうので有名かもしれませんがね。山に囲まれていますね。ちょっと天気も曇ってきましたよね。妙高大橋、田んぼのような畑のような、そんなのに囲まれているような道を進んでいきますよ。原通入り口って書いてあったかな。郵便局の前でございますね。建物がたくさん建っておりますね。そして踏切を渡っていきますね。これはですね、妙高羽根馬ラインという路線なんですが、もともとは JR の信越本線の路線ですよね。新幹線が通って名前が変わったんです。変な名前でね、覚えにくいんですよね。今妙高市役所が映っておりましたよ。その前を通っていったんですね。妙高羽根馬ラインでしたっけ。ちょっと言い間違えていたらごめんなさいね。覚えにくい路線の名前なのでね。昔は信越本線って言えば よかったんですけどね。で、上越市に入ってきましたよ。直越があるようなね、日本海に面している市でございますよ。遠くに新幹線の高架が見えておりますね。田んぼでしょうかね。そしてどこかの駅ですね。新幹線の駅があるところですね。そして荒井駅の近くで宿泊しましたよ。ネットカフェでございますね。荒井駅の近くのネットカフェで泊まりましたよ。ではこの3日目のね、朝からの写真を見ていきますね。電車の中から撮っておりますね。大糸線ですね。白馬方面に向かっている時の車窓の風景でございますね。ビデオと写真ではですね、時間の関係上が前後いたしますので、よろしくお願いいたします。これはもう自転車に乗ってですね、白馬の駅からですね、長野市方面に進んでいるところでございますね。小川村とかね、長野市とか通って、そして信濃町とかね、そっちの方に進んで新潟県の妙高市の方に向かっておりますよ。宮前橋という古い橋を渡っておりますね。この田舎の風景の感じが僕は好きでございます。そして山道をどんどんと登っていきますよ。背の高い木が立っておりますね。美しいですね。桜なんかも咲いておりますよ。旅でね、桜の花に巡り合うというのは本当に幸せなことだと思いますよ。タイミングがね、合わないといけませんからね。空はいい天気でございます。そしてちょっと曇ってきましたね。住宅なんかも建っておりますよ。桜の木も綺麗ですね。美しいでございます。ピンク色の桜も
綺麗ですよね。まだ田植えをされていない田んぼの風景ものどかでいいなと思いますね。妙高大橋でございます。スキー場なんかもね、周りにたくさんあるようなそういうところだと思いますね。何気ない風景でございます。そしてどこかのロータリーのようなところに来ましたね。関山駅って読むんでしょうかね。そしてもう一つのカメラで撮った朝からの糸魚川からちょっと行ったところのね、平岩という駅からこのローカル線の車両に乗って途中で乗り換えて白馬の駅まで来ました。白馬駅からですね、自転車に乗ってこれから山越えをするところでございますよ。ちょっとね、時間の関係はね、各カメラによって前後いたしますのでよろしくお願いいたします。こういうね、古ぼけたね、こういうのを見るのも僕は好きなんですよね。一体いつの時代からね、あそこに置いてあるのかなって想像するのが楽しいんですね。ひょっとしたら2、300年ぐらい前から置いてあるんじゃないかなとも想像したくなるわけですね。まあ実際には昭和初期とかね、そういう時に建てているのかもしれませんがね。まあ想像するのは自由でございますね。押切西というね、バス待合所でございます。この田舎のね、古ぼけたような風景も僕はのどかで大好きでございますよ。まあ日本は都会の街だけではなくね、こういうね、昔のそのまんまの風景も僕はね、大切な景色だなと思いますよ。足で道門って書いてありますね。なんかもう古ぼけていてね、草も屋根に生えていてね、こういうなんだろうな、人間の手と自然とか一体になったようなこういう風景は大好きですね。まあ新しいものが何もない、人間が作ったものが自然に飲み込まれていくようなね、そういう景色と一体感になっている景色が好きですね。まあ最近のああいう建造物はなんていうか、もう人工的っていう風になっていてね、まあ新しいものを見るよりは今さっき映っていた風景の方が僕は好きですね。桜の木が一本ここでも咲いておりますね、花がね。何気ない風景をさらに進んでいきますよ。道端に花が植えられております。これはこれで綺麗でございますよ。黄色いね、花が咲いておりますね。美しいですね。オニムなんとかって書いてあるね。自販機で水分補給しておりましたね。ここでも桜の花がきれいに咲いております。坂道をさらにどんどん登っていきますね。宮本旅館という、まあお金があったらね、こういうところにも泊まってみたいとは思うんですがね。坂道をどんどんと登っていきますよ。車もたくさん走っておりますね。観光地なのかもしれませんね。温泉なんかもあったりするのかもしれませんよ。自販機で水分補給しておりましたね。なんかいいですよね。
昔ながらの風景みたいなね、そういう感じもしますね。そしてかっこいい山が見えておりますね。これが妙高山なのかよくは分かりませんけどもね。なんかシンボル的な形をしている山を見つけましたね。僕は山にはね、あんまり詳しくないからね、何とも言えないんですが、神社ですね。これはこれで美しい日本の風景でございますよ。自転車旅だからこそ巡り合った景色でございますね。車だったら通り過ぎてしまうかもしれませんからね。まっすぐ道が伸びておりましたね。こういう石のね、こういう感じもね、僕は眺めるのが好きなんですね。そして国道をさらに進んでいきますね。ちょっともやっとしてましたね。そしてこれは次の日ですね。新井駅ですね。新潟県の上越市の新井駅の近くのネットカフェからのスタートでございます。4日目の朝ですよね。2日目は松本市、3日目の朝は直江津市でしたからね。4日目の朝でございますね。この日のね、記憶としてはですね、朝コンタクトレンズをね、自転車走行中に片方だけ落としてしまったというね、そういうハプニングがありましたね。嫌な思い出を思い出されますね。コンタクトレンズは高いですからね。突然の出費に悩まされましたね。いいですね。もうじき田植えをする準備の整った田んぼでございます。田舎の方のね、この山の方の田んぼ、土の色がね、赤っぽくてね、なんかいいですよね。のどかな風景でございます。日本の田舎の山の中の風景でございます。ぼちぼちと青い葉っぱもね、目立つ新緑の風景になろうとしておりますよ。川が流れておりますね。脇には建物がたくさん建っておりますね。この日は新潟県をね、ずっと通っていくんですね。海岸線の方には行かないんですけどもね、長野県寄りの方をずっと進んでいきますね。途中ね、北北線などのね、線路を見たりもしますよ。いい感じのね、山道に入ってきましたよ。木がたくさんあってね、県道376号線でございますね。緑色に囲まれながらね、何を撮っているんですかね。トカゲでもいたのでしょうかね。緑の美しい季節になってきましたね。柏崎市に入ってきましたよ。柏崎市の山の方ですね。女谷って書いてありましたけど、なんて読むんでしたっけね。ちょっと忘れてしまいましたね。田舎の郵便局、小さいですね。建物がたくさん建っておりますね。のどかな風景が続いていきます。背の高い木が生えておりましたね。山あいの町並みを通り過ぎていきますよ。揚げ物尽くしですね。揚げ物とパンを購入しましたね。ちょっと疲れていたのかもしれませんね。何気ない
小さな町の商店で買いましたよ。冬の田んぼが広がっておりますね。まだまだ田植えはもうちょっと先でございますっていう感じでございますね。そしてさらに山道を登っていきます。木に囲まれた、山に囲まれたような、そんな見晴らしもいいようなね、そういう道に入っていきますよ。どんどん登っていきますね。ちょっと苦労しておりますね。下の方に谷が見えていてね、建物もちょっと見えておりましたが、また峠っぽいところを越えていくのでしょうかね。わらぶき屋根、これは雪ですよね。雪がちょっと残っておりますね。大きな招き猫発見でございますね。昔元気が出るテレビで映ってたような感じもしないでもないですけどね。あれはビートたけしさんの顔してたやつですから別物でございますね。郵便局の前を通っていきますね。トンネルに入っていくようでございます。トンネルを抜けましたよ。桜町トンネルって書いてありますね。街の中に入ってきましたよ。ここはどこでしたっけね。おじやでしょうか。そんな感じのところも通っていると思うんですが、今井、メガネの今井。路面は雪国ですね。特徴のある感じでございます。池のようなところですね。見えますね。田んぼもありますね。そして建物が多いところに入ってきましたよ。お地蔵さんですね。そして長岡市かっこ川口に入ってきましたよ。信濃川ですね。信濃川かその支流かですね。信濃川を遡っていくと千曲川ですからね。自転車旅でもおなじみの川となっております。またトンネルを越えて、そして川のそばの道を進んでいきます。そしてさらに進んでいきましょう。どこかの駅にたどり着きました。小出駅でございます。この駅から今回は帰りますよ。こういう駅から帰ることになるというね、巡り合わせもあります。向こうの方には多治見線の線をプラットフォームも見えておりますよ。この駅を利用するっていうのも旅好きとしてはね、幸せなことだなぁと思いましたね。普段なら新幹線でね、通らない駅でございますからね。4000円でございます。4月24日だからね、この時は青春18切符は使えない。新幹線に乗るんですね。浦佐という駅をね、利用するということ自体もね、旅好きの僕としてはとても興奮してしまいますね。こういう機会がない限り利用しない駅ですからね。これはネットカフェに最終日の朝ですね。新潟県の上越市の新井という駅の近くのネットカフェで撮った写真でございます。ビデオと写真では時間の関係上が前後いたしますので、よろしくお願いいたします。朝ネットカフェを出るときはですね、忘れ物がないかね、
心配になるんですよね。そしてネットカフェから出てきたところでございます。自由空間というネットカフェを利用したようでございますね。商業施設がたくさんあるようなそんな街並みに存在していた自由空間というそういうネットカフェに泊まりましたね。この後ね、コンタクトレンズをねなくしたりしながらね、片目のねレンズがなくなっちゃうんですよね。でもですね、それも旅の楽しみの中の一つだとね思えばね、それでいいんですよ。そして郵便局の前を通っていきますよ。空はちょっといい天気ですね。そして山道に入っていきますよ。周りはね緑に囲まれておりますね。春が完全に来てるっていうそういう感じがいたしますね。県道376号線を登っていきますよ。坂道をどんどんと登っていきます。緑豊かな春の風景でございます。柏崎市にここから入っていきますよ。新潟県の自転車旅でございます。住宅がたくさん建っておりますね。向こうの方には鳥居も見えておりますよ。もう二度と来ない風景なのかもしれませんからね、急がずに写真をたくさん撮りながら進んでおります。ちょっとした花が咲いていて綺麗でございます。遠くの山も見えたりなんかするようなね、そういう場所を通っていきますよ。山道に入ってきておりますね。何気ない風景ですけども、写真に切り取ってみると、まあこれはこれでいい景色だなって僕は思うんですよね。古ぼけた建物がいいじゃないですか。わらぶき屋根とね、木造のね、建物が見えております。よく見ると雪が残っているんですよね。まだまだ雪が残っているような、そういう風景でございます。でも、春ですよね。緑に囲まれている、そういう春の風景でもあります。雪が残ってるっていうことはそれだけまだ寒いっていうことにもなりますけどね。たくさん車が走っておりますね。自転車に乗っているとね、カメラでね写真を撮るタイミングがなくなってくるんですよね。たまにわざと止まってね、写真を撮るっていう行為をしないとね、どんどん景色が流れていってしまうのでね、どこかの市役所か役場の前に来ましたね。ちょっとね、文字をね、撮ってもらいたいんですけどもね、王子屋かな、どうだったか忘れてしまいましたね。住宅街のようなところを通っていきますね。そしてこれは小出駅でございます。小出駅に到着いたしました。ここからですね、電車に乗って東京に帰ります。初めて利用した駅ですからね、電車が来るまでの時間も退屈はしませんでしたね。
このそっちのプラットフォームは多治見専用のプラットフォームでございますね。多治見線はね、水害で途中がね普通になっている区間がありますのでね、早く治ってもらいたいなと思いますけどね。もう一つのカメラで撮った最終日でございますよ。各カメラで時間の関係上が前後いたします。こちらはまだ直越の方ですね、上越市のね新井という場所の近くにあったネットカフェから出発したところの風景でございます。山口という地名が出ておりますね。上越市から柏崎市の方に向かって長野県沿いの方を通、山道の方を通っていってですね、行くんですね。山道を通っていきますよ。ちょっと葉桜になったような桜の木でございます。もうちょっとで田植えをするというね、泥の田んぼでございます。新幹線のように見えますが、あれはもしかすると北北線の効果かもしれませんね。北北線が走るようなところを通っていきましたよ。田んぼが広がっておりますね。もうすぐ水を張るみたいなね、そういう感じじゃないでしょうか。そして山道の方を通っていきますね。ところどころに住宅が建っているような、そんな雰囲気でございます。県道を進んでいってるんですね。78号線と241号線が交わってるところでございます。どんどんと山道を進んでいくようでございます。昔ながらの家屋が残ってるような、そういう雰囲気の街並みでございますね。のどかな風景でございます。上川谷地区、のどかな風景ですよね。山道をどん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 通っていきますよ。木造の校舎のようなね、昔の小学校のような、そういう建物が見えておりましたね。たくさん石が並んでおりますね。そして田んぼですね、ちょっとずつ水を張ろうとしているのでしょうかね。のどかな農村の山あいの町並みでございますね。田んぼですね、泥だらけの田んぼでございます。お地蔵さんでしょうかね。かっこいいですね。かっこいい雪像の石を掘ったようなね、像のかっこいいですね。なかなか見かけないですよね。山々の風景でございます。下の遠くの方に田んぼが広がっておりますよね。どんどん山の上まで上がってきたんですね。山肌は新緑の
季節になろうとしているような、そういう感じでございますよ。山の高いところを自転車で走っております。さらに自転車旅は続いていきます。川のそばにやってきましたね。もしかすると信濃川かもしれませんね。遠くの方の山には雪がちょっと残っておりますね。穏やかな川の流れが見受けられました。では地図の方をチェックしていきましょうね。今回のスタート地点は前回と同じ長野県松本市のね、平田という駅の近くのネットカフェに前日来ましてですね、そして2日目はですね、またバスに乗って岐阜県方面を目指そうと思ったんだけど、まだ通行止めが解除してなくてですね、ダムのところのバス停から臨行してですね、長野県のね、大町の方まで行って、そこから自転車に乗って北上していったんですね。大町市を通って、そしてこの白馬村っていうところを通って、大谷村を通ってですね、そしてちょっと山道を迷いながらですね、進んでいってですね、そして新潟県の、糸魚川市に行ったんですね。そして次の日は臨行して白馬駅から自転車に乗って山越えをしましてですね、小川村とか新潟山長野市とかね、信州町とか通って、そして新潟県の上越市、妙高市だな、妙高市を通って上越市に行ったんですね。でネットカフェで泊まって、次の日はですね、上越市を通って、そして山道内陸の方をずっと通っていってですね、柏崎市を通ってですね、そして長岡市を通って大治屋市を通って、そして魚沼市を通って、そして魚沼市ですね、魚沼市のところを通ったわけです。213日目、608口町村旅を続けております。今までずっと旅をしていたところを今表示しておりますよ。のの字を描きながらぐるぐる回っている自転車旅、本来ならば今13周目をね、旅しなければいけないところ、冬の間通れないところもあるので、通れるところだけを旅をして、先に14周目も旅をしているという状況の旅でございます。今回は長野県と新潟県の自転車旅になりましたよ。12周目までは全部終わっております。だんだんと一個一個のね、動画のね、旅の時間が長くなっていってね、なかなか動画を作るのも大変なことになってきていますが、お付き合いの方お願いいたしますね。そんな感じの今回の動画でございました。次回もよろしくお願いいたします。噂の一晩、単なる一晩、噂の一晩、
ケチャップおじさん。はい、自己紹介がてら昔書いたブログの方を紹介いたしましょうね。気になった人はですね、ぜひ検索の方お願いいたします。ここに写っているのが僕でございますね。ガウのワンマンライブに参加した時の写真でございます。ここに写っているのも僕でございますよ。チャゲさんのアルバムの紹介までしちゃってますね。張り切っておりますね。ここにも僕が写っているんですね。昔の写真でございますよ。いつものように2枚、なるほどね、筋金入りの入りで、ちょっとだけガウちゃん、オープニングがどうのこうのって書いてありますね。なんちゃって、あっちの何が言いたいんでしょうかね、もしもしだってさ、よろしくお願いいたします。伝えきれない愛の言葉探すよりそばにいたいと言えばいい。いつも逃げ出さないように抱いていた心の不安が愛の羽を見つめてた。 The life 感じ合えれば近くなるきっとそうだよ。 Love is a lie 二人離れてもの時計に包まれるからずっと触れるそばから輝き出す幼子の顔で待ってる。忘れ物、忘れ物。はい、今回もですね、動画の方を見ていただいて本当にありがとうございます。昔書いた詩でございますね。そういう感じでございました。今回もこの辺でナレーション的には先にさよならいたしますので、よろしくお願いいたします。ではさようなら。